急遽代役だったんですよね。そうですね、見たらロイヤルバレーって書いてて、えこれ本物みたいな、今度デビューするの、言っていいの。今回はですね、2021年オータムウィンターコレクションガイアのミューズとしてメインビジュアルを務めていただきます金子ふみさんです。よろしくお願いいたします。今日はよろしくお願いしますふみさんにはもう1年前くらいからですかね、オファーをさせていただいて、やっと本当にお会いできたなっていう、本当にすごく嬉しいです。コロナ禍で、ね、そうですよね、実現できなかったんですけど、今回やっと。そうですね、はい、今年の5月ですかね、はい、プリンシパルに昇格されて本当におめでとうございます。ありがとうございます。もうこの1年間は本当にいろんなことがあったと思うんですけれども。そうですね、もうプリンシパルになられた時の告げられたのがなんか去年の10月に実は、ね、そうなんですよ、ね、はい、内密ということで、ね、誰にも伝えることができなかったので発表されて、あ本当になったんだなっていう実現したんだなという気持ちです。実際こう聞かされた時のお気持ちはいかがでしたか？もう号泣しましたはい、なんか個人面談みたいな1年に1回ある面談があるんですけども、そこで行っていただいて、その前に眠りの森の美女をデビューして、白鳥の湖もデビューする予定だったんですけども、コロナ禍でキャンセルになってしまったので、もうすごく落ち込んでて、でもその後にそう言っていただいて本当にもう感激でした。それ自体も実は急遽代役だったんですよね。そうですね、本当はリラの背を踊る予定で、で当日にキャストチェンジでオーロラ姫を踊らせていただいて、はい、でもそれがまたね映画館で上映されて、なんかまた今度 DVD にもなりますよねそうなんですよ、だからもうとりあえず頭は真っ白だったんですけども、本当に今で自分ができることをやるしかないという感じで、急遽代役だったり、こういろんなこうピンチをチャンスに変えて結果を出してきた結果が、もうこうやってプリンシパルとして花開かれてるのかなっていうふうに勝手にもずっとファンで応援しておりました。さゆりさんには本当にもう何年も、ね、こう応援していただいて、本当にこの撮影が今日実現して本当に嬉しいです、ね。いつからプロを志しましたか？小学校6年生の時に卒業前に母にお願いしてコンクールに一回出させてもらって、でそこで本当にもう上手な同年代のダンサーたちがすごく頑張っていて、すごい綺麗なバレエダンサーがいるんだっていうので、私も頑張って上手くなりたいって火がついた。ロイヤルに入団までの経緯、もともと私は本当にもう高校も卒業して日本でバレエしてたんですけども、海外のコンクールに出てもっと経験を積もうということで、バルナコンクールとモスクワコンクールと、で最後にジャクソン、アメリカのジャクソン国際バレエコンクールに出させてもらって、そこでたまたま英国ロイヤルバレエの監督のお友達という方が見にいらしてて、でその方がここにビデオを送ってくれっていう名刺をいただいて、見たらロイヤルバレーって書いてて、えこれ本物みたいなでそこでもうビデオを送ったら、すぐクラスにクラスを受けに来てくれっていうことで、そしたらもうすぐ今すぐバレエ団に入団してくださいっていうことで、はい、でもそこからもまたビザを取るのにちょっと時間がかかってしまって、でやっと2011年の4月に
入団されたんですね。結構今だったりこう留学を経てこう、ね、海外のバレエ団に行かれることとかが、まあ、多い中、留学をすっ飛ばして本当にバレエ団に入団されたというのがすごい素晴らしいですね。ジャクソンコンクールも特にスカラシップがあるようなコンクールじゃなかったのでとてもラッキーだったと思います。なるほど、はい。ロイヤルでの生活、こう一日の生活っていうのはどういった感じですか？コロナで全然全く違うようになってしまったんですけども、普段でしたら、朝の10時半からクラスがあって、でクラスが11時45分に終わって12時から6時半までリハーサルか、5時半までで夜は7時半から舞台っていう感じで、1日にそうですね、3、4作品リハーサルしたり振り打ちしたり、新しい新作を作ったりという形ですごく忙しいですね。このリハーサルではそう違う作品をやって、公演ではまたこう違ったその本番でやるわけですよね。ロイヤルの方とかレパートリーも多いですし、なんかこう覚えることも多くて、すごい頭が良くないと、ね、やっていけないですよね。私なんて当時入った時は英語もできなかったから、カウントすら頭いっぱいになってなってたんで、はい。このロイヤルに入って一番こう思い出深い、思い出深い、一番記憶に残っている舞台というのはありますか？急遽オーロラ姫を踊った、うん、しかも映画館で 生放送っていう舞台そうか、イギリスではそれが生配信だったそうなんですよ。そうか、はい、だからそれはやっぱり大きかったですね。失礼かもしれませんが、バレエをやめたいと思ったことはありますか？昔は本当になかったですね、うんうん、昔はあれ昔はもうバレエが大好きで、もうどこで踊るかとかもあんまり考えないぐらい、もうとにかくバレエ踊っていたいっていう気持ちでしてたんですけども、やっぱり大きな怪我を2度したんですけど、やっぱり2度目は本当に帰ってこれるのかなという。膝でしたよね。そうですね、前十字靭帯断裂で、最初初めは左膝で、で次が 右膝だったんですけども、はい、それはどうやって乗り越えたんですか？あまり溜めないようにした感じですね。やっぱり辛い時は誰かに打ち明けて、たまには大泣きして、で次の日はまた元気にポジティブに、やっぱりリハビリしてる間はポジティブに行こうっていうことを決めていて、やっぱりネガティブな心でリハビリしても体もついてこないので。でもなんか今日お会いして、なんかすごい明るい方だなっていうのは思ってたんだけど思ってた以上にすごいハッピーな感じハッピーな感じって言ったらですけど、すごい明るい方だなって。そうですか。すごい素敵だなと思って今日一日ご一緒させていただいてました。嬉しいです。今後の展望や目標はありますか？例えばまあバレエでいうとどういったダンサーになって、もう今ですごい素敵なダンサーですけれども、ロイヤルバレエ団に入ってドラマチックなバレエが大好きになって、こう感情表現というか、もう舞台の上でその人生を生きるみたいな役がすごく大好きで、でもあまりまだそういう役をチャレンジしたことがないので、それをぜひしてみたいなと思います。ロミジュリーとか見たい。あ今度デビューするんです。言っていいの？言っていい10月に。あ、そうなの。じゃあもう帰って、はい、すぐ。楽しみですね。まあ、それどうなんですかね、ライブ配信とかねあったらね、いいけどね、見たいですね、みんな。またね、そういうね、ふみさんの舞台もぜひお知らせをぜひ好きなからもさせていただきたいと思っておりますし、これからもねずっとサポートさせていただきたいと思います。応援してます。これをご覧になってくださってるバレリーナの
ダンサーの卵たちや、まあ、ファンの皆様によかったらメッセージをお願いいたします。この5月にあのプリンシパルの昇格があった時もあのたくさんメッセージをいただいて、あの本当にもうそれがあの原動になるんです。で本当にあの支えていただいて感謝してます。バレリーナを目指して頑張っている子たちは自分の思いに素直に、そして自信を持ってこれからも頑張ってほしいと思います。ということで今日は、金子ふみさんに、来ていただいていろいろお話を伺いました。これからねたくさんふみさんの素敵な写真がスティナから公開になりますので、ぜひそちらも楽しんでいただけたらと思います。バイバーイ。